分かってるな大塚。お前は我らオーレングループが一日だけ外出許可を出したんだ。分かってますよ。ええ、今から奴を尾行します。任せてください。まずは飯か。あ、はい。じゃあ1時間後にお伺いします。はい、失礼します。よし。暑い。まずは腹ごしらえだ。あ、一人行けますか。はい、いらっしゃい。あの人が食べてるのはそうめんか。ご注文お決まりですか。冷やし中華、チャーハン。じゃあそうめんを一つください。はいよ。こっちも注文いいかな。こっちもそうめん一つで。はい、そうめん一つね。あとトッピングでネギと温玉で。トッピングもできるのか。すいません、こっちもネギトッピングで。下手だな、欲望の解放のさせ方が下手。はい。いえいえ。それと単品でコロッケ一つ。はーい。確かにそうめんだけじゃ物足りないか。あ、こっちもコロッケください。あ、ごめんね、コロッケ今ので最後の一つだったんだ。じゃあ大丈夫です。はい、お待たせしました、そうめんとネギトッピング。シンプルなそうめん、こういうのでいいんだよな。素朴だがこの清涼感悪くない。はい、お待たせしました、そうめんとネギ温玉と単品でコロッケ、大丈夫ですか。こういうのでいいんだよな。おっと、それと生ビール一つ。な、生。あ、お、あんたは仕事は大丈夫なのかい。はい、お待たせしました、生ビールね。では、この酷暑に昼からビール、羨ましいが商談がある。我慢我慢。羨望の眼差しを魚に飲むビールは格別さ。すいません、こっちも仕事がある。
我々サラリーマンは仕事終わりにうまいビールを飲もう。すいません。生ビールおかわりで。すいません。こっちも生一つ。おいおいおい、死ぬわあいつ。焦るんじゃない。俺は腹が減っていただけなんだ。すいません、お会計で。なんて恐ろしいやつだ。